局開幕の親番2万5000点持つってことでスタートしていきます。はい、まっすぐ転売目指すってことですね。はい、最速転売目指せ、最速リーチを打つという練習です。はい、お願いします。お願いします。候補言ってください。何と何となんて。九層、九ピー。まず候補をちゃんと。で、なんで今になるんですか。例えばその理由は。今これに全然繋がらないから。繋がらない。で。端っこだからです。はい、でも端っこはあと3枚ありますよね。3枚というか9ピンも9層もありますよね。はい、その差は何なんですか。わからないですけど。みんな端っぱい。端はいらないのはもちろんです。イーマンと9ピンと9層全部いらないんですけど、はい、これはちょっと前の動画でも言ったんですけど、はい、今ローピンを単独で持ってますね。はい、ってことは G ピンとかパーピン持ってきてもローピンにくっつく。うん、でも E マン切ってしまうと、うん、ヤンマンとか3万全部無駄になる。うん、このローピンと Q ピンで筋で持ってるんで、はい、受けが被ってるんですよね。その G ピンパーピンとかいう牌を、うん、Q ピンがあってもなくても使えるという、うん、でも他の牌はないとちょっと困る。でも Q 層もいらないんですけど、はい、まあ Q 層と Q ピンの表があったら Q ピンがいらないですね。うん、そうです。その基本的にその筋の牌があるかどうかで、はい、その端の優先度が変わってきます。はい、今起きてしまってもあの下が全部使い物になりますからね。そっか今はちょっともう対効率の上ではもったいないです。はい、はい、これを切ります。はい、そうか、はい、チューンです。チューンはドラですけど、まあこの本来は切らないんですけど、はい、まあ、この勉強の上では切っときましょう。はい、まあ、ここに切るのは失敗っていうか間違いなんだけど、うん、ほぼほぼこの手で切るの。何切りますか。急走。はい、急走でいいです。はい、それはローソーを持ってるんで楽しいですね。はい、さっきの話の話です。はい。はい、おー。ジーソー、これで。で、両上。ではないですね。ローソーでもないですね。多分一番いらないのがあるでしょう、明確に。ローピン、コインピン、ローピン。イーマンはどう使うんですか。イーマン、まあ2とか3が来た時に出動できる、うんうん。1だけ。受け入れとしては1、2、3万が有効牌。ローピンは受け入れは何枚ですか。ローピンは、4、7。どういう計算。あ、5、7、5万、ウーピン、ジーピンと頭の6で、さっき言ってた1個飛ばしても繋がるでしょ。うん、4と8でも、はいはい、ってことは、はい、受け入れは4、5、6、7、8ピンが、はい、テンパイというか、ね、はい、広がる。ってことは、イーマンは3種、3対5なんで、はい、イーマンは切ります。そっか、基本的にだから端を切ればいいんだよね。うん、浮いてる入ってる、はい、で、ここでこれはリャンゾーですね。はい、まあ、これはちょっといろんな人に言わせればイーピン切りとかも結構あるんですけど、うん、多分イーピン切りかな、正解は。でも、テンパイマックスが一応イーシャンテなんで、うん、素直に切ります。三蔵を切りました。はい、こういう時にね、これは、まあ、いらないです。はい、三蔵につながってないで、はい、おお、そうそう、で、
リーチですね。これでリーチです。だからさっきピン切っとけば、うんうん、そのランゾーサンゾー入っとって、はい、綺麗な町になってます ね。何町になってますか今。ランゾーサンゾー入れて、いいピンピン切ってください。いいピン、いいピンピン、何町ですか。イスチー、イスチー、そうですね、はい、っていう綺麗な形もできてましたけど、はい、の単葉で、はい、はい、あ、でもそっちのイーピン、リャンピンの方が単純にテンパイだけ、うん、スピードでいくとこっちの方が多分いいと思います、はい、あ、ピングもありますね。そうです、はい、という話でした、はい、ありがとうございました。